新紙幣の発行から間もなく1ヶ月が経ちます、はい、子どもたちにお金について楽しく学んでもらおうと日本銀行がサマースクールを開きました。どうですか、重いですか？結構重い。結構重い。すごい、これが1億円。子どもたちが持っているのは1億円と同じ重さ10キロの札束です。日本銀行の仕事やお金の大切さを知ってもらおうとサマースクールが開かれ、小学生の親子26人が参加しました。子どもたちは偽札防止のための透かし技術やお札を傾けた時に文字が浮かび上がる線像模様などを日銀の行員から教えてもらいました。前の千円札とめっちゃ変わってるなと思います。もうこれだけあればもう偽造は多分できないです。ところで新紙幣が発行されて間もなく1ヶ月、うん、皆さんの手元にも届いているのでしょうか？日用雑貨買った時の財布に入っててやっぱびっくりして、あの写真撮りました。家の冷蔵庫に貼って。ピーニーがバイトで貸したうちの実家の父とか母が来てた時に1枚ちょっとやっぱり変えてって両替してって言って両替されてました。まだまだ貴重な新紙幣、手にした時は最先端の技術に注目です。いや、これからそういう意味では旧紙幣の方がレアになってくるようなと思うんですよ。そうですよね。そうですね。まだ今はっていうところですよね。新紙幣は。どんどん新紙幣で回ってきますからね、はい、そして日銀はお金の引き換えという仕事も、になっているんですけれども、はい、ここで問題です、はい、焼けたり破れたりしたお札でも一定以上面積が残っていてお札だと確認できれば、はい、引き換えることができるんですが、皆さんどのくらい残っていれば全額引き換えることができるでしょうか？何分の何でしょうか？3分の2、はい、10分の7ぐらい。10分の7を刻みますね。すごいな、私半分ぐらいかなと。お、正解は、はい、お見事、長岡さん。3分の2以上残っていれば全額引き換えることができる。知ってたんですか？友達が変えてました。なるほど。ちょっと何かあってなんか破れちゃったみたいで何かあったんですね、うん、はい、ぜひ皆さん覚えておきましょう。